皆さんこんにちは。私たちアカレディです。本日新人公演2017無事終了いたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、最年少の月のコスモです。新人公演を終えてやっぱり約1ヶ月間とっても早かったなっていうのと、あとは何だろう、新人公演でデビューして正直最初もうダンスなんかも踊ったことなくて、もう なんて言うんだろうな、しっちゃかめっちゃかで、なんか自分多分もうできないなってすごく思ってて、だけれどじゃあ最後の今の結果発表で、まあ、少し何だろう、公開ユネプロでアンカーレディを知ってくれた人が少しでも成長したなとか思ってくれていたら嬉しいと思っています。これからは秋葉カルチャー劇場っていう素敵なステージに立たせていただいたので、また戻ってこれるように頑張りたいです。はいはい、セリアマリノです。今回、結果は残念な結果となってしまったんですけども、もちろん結果だけではなく、ここまでここの1ヶ月間は本当に充実していて、これからの私たちにも本当につながるような充実した1ヶ月間だったなと思います。これからですね、またここの秋葉カルチャーズ劇場にもっともっと大きくなった姿をで帰ってきたいなと思いますので、皆さんこれからもついてきてください。お願いします。はい、五十嵐夏実です。今回本当に本当に応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。新人公演という素敵なイベントにデビューということで出させていただいたんですけれども、本当に本当に嬉しかったです。素敵なアイドルさんの方々と一緒に切磋琢磨できたことがとても誇りに思います。これからもこれを機に、しっかりこのことを誇りに思ってしっかり上を向いて頑張っていきたいと思います。皆さんありがとうございました。はい、天宮美咲です。と新人公演を終えてたくさんのアイドルさんたちと戦ってきて、なんかこの積み上げた時間は本当宝物だと思うので、今後なんかこの新人公演のことを思い出したりとかして成長できたなとか、思い出いい思い出として、なんかでもなんか下地として、なんか赤レディが成長した時にこれを振り返れるように、もっともっと大きくなっていきたいです。ありがとうございます。はい、星野あゆみです。新人公演を終えて結果は残念でとっても悔しいです。でもこの新人公演でデビューさせていただいて、本当にこの1ヶ月間とっても充実してて、ファンの皆さんのすごい温かさだったり、もちろん他のアイドルさんのライブとかも見て刺激ももらったし、この秋葉カルチャーズ劇場という素敵な場所でデビューできて本当に嬉しく思ってます。もっともっとアンカーレディ大きくなって、また秋葉カルチャーズ劇場に戻ってきます。本当に皆さん応援してくれてありがとうございました。皆さん本当に本当にありがとうございました。アンカーレディはもっともっと上を目指して頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上、私たちアンカーレディでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お帰りください。バイバイ。